ンの皆さんとこんなに近い距離でお会いできるのは初めてなので、とっても嬉しく思っています。自分はすごく緊張してます。私も。噛んじゃった。アヤさん大丈夫ですか？落ち着いてリラックスです。でもアヤちゃんって感じがする。もうひなちゃん。うん、そうだよ。私はお姉ちゃんがきっかけでギターを始めて、なんとなく面白そうだからパスパレのオーディションに応募したんだよね。それで受かったから入ったの。ひなさんは何でもすぐにできてしまうんです。とってもすごい人なんですよ。まあね。だから最初はあやちゃんがどうして練習しても全然できないのか分かんなかったんだ。まあ今もなんだけど。自分たちも最初ひなさんの言動にはびっくりしたんですが、今となってはこうじゃなきゃひなさんって思えないくらいですね。それはあるかも。ひなちゃん、周りの意見とか個人的な感情に流されないでスパッと意見を言ってくれるから、ひなちゃんのそういうところにハッとさせられたりすることってあるよね。そうね。私もひなちゃんの言葉に動かされたことがあるわ。でも私って他人の気持ちが分かんないからこそ言っちゃうことがあるのかもな。千里ちゃんのこと怒らせちゃった時もそうだったし。あやちゃんのことは今でも分かんない。でもね、まやちゃんがあやちゃんは私じゃないからできないことがあるんだって教えてくれたの。まやちゃんの言葉がきっかけで私は私じゃない他人に興味が湧いたの。私じゃない人たちって分かんないことだらけで、あやちゃんみたいな人は特にさ。だからパスパレってすっごく楽しい。今日はたくさんひなちゃんじゃない人たちに会えるから楽しみだったのよね。うん、そうなの。私こういうお渡し会ってよく分かんなくてさ、なんでみんな来てくれるんだろうって思って。目があったそこの人。ねえ、なんで今日なんで来たの？ひなちゃん、それはこの後のお渡し会で聞くことだよ。いいじゃん、今聞いても。段取りというものがありますから。すみません、自分つい。まやさん、どうもいです。と、私たちのそれぞれの立ち位置は今のやりとりで大体分かっていただけたんじゃないでしょうか。皆さん、どうですか？ありがとうございます。私がアイドル研究生を始めたのは、みんなあやちゃんの話を食い入るように聞いてる。面白いな。それだけお客さんもあやちゃんに興味があるってことだよね。私もお客さんにいろんなこと聞いてみたいな。楽しみ。早くお渡し会にならないかな。